です。子どもたちと触れ合うヤギの映像で始まりました。はい、ヤギたちはある役目を負っているそうなんですが、一体何をしているんでしょうか。後ほどお伝えします。さて、今週は全国的に広い範囲で黄砂が観測されました。私なんだかくしゃみですとか、ちょっと鼻がムズムズしたりするんですけど、黄砂のせいかなと思ったり。今週この週末どうなんでしょうか。気象は吉井さんです。おはようございます。この土日黄砂の心配はなくなるでしょう。今日は関東から近畿で夏日のところが多くなって、明日にかけ傘の出番のところもありそうです。そして大型連休にかけては暑さに注意が必要です。後ほど詳しくお伝えします。まずはふるさとニュース、ご覧の地域の話題を 4K の映像でお伝えします。最初は富山からです。冬の間雪に閉ざされていた立山黒部アルペンルートが全線で開通。観光名所の雪の大谷は多くの観光客でにぎわいました。気象情報、気象予報士の吉井さんです、はい、最近は日差しも強くて、日傘の出番が増えてきました、うん、そうですよね、はい、季節が進む中、今回は東北の桜を見てきました、はい、行ってきたのは山形県、山形地方気象台の標本木を見てきました。うん、あ、立派な木ですね、まだ咲いてますね、はい、桜、うん、今月10日に満開になった山形の桜、私が伺った前日までは満開だったということですが、季節外れの夏日続きと風の強さで残念ながら少し散ってしまっていました。それでもまだ残る花びらでしばしの間桜吹雪を楽しんできました。桜の見頃もすっかりも期待してしまいましたね。そうですよね。今の開花や満開の状況を見てみますと、おとといは青森で満開の発表があって、札幌と函館で開花がしました、桜前線は北海道に上陸しました。ただその札幌も今日は花冷えとなりそうです。この土日の天気と最高気温の予想です。札幌は9度の予想です。お花見は暖かい服装でお出かけください。一方で初夏の陽気になるのが関東から近畿にかけてです。名古屋と東京26度ですか。はい、夏日になりそうです。昨日まで観測されていた黄砂は心配なさそうですが、外では熱中症にお気をつけください。ただ明日は暑さも収まりそうです。西から雨の範囲が広がるためです。今夜の予想天気図です。低気圧から伸びる前線が九州にかかって、西から天気は下り坂です。詳しい天気の移り変わりです。今日午前中は北日本で雨や雪のところがあって、北海道の東部では夕方まで暴風に警戒が必要です。その他は東日本を中心に晴れますが、次第に九州や中国地方、四国と雨の範囲が広がるでしょう。九州では雷を伴って激しく降るところもありそうです。先日大きな地震があった地域では心配ですね、うん、はい、少しの雨でも土砂災害の恐れがありますので、危険な場所には近づかないようになさってください。そして明日になると北陸や東海、関東などでも雨が降り出してきそうです。夜は広く傘の出番となりそうです。うん、そしてそろそろ大型連休近づいてきますが、うん、はい、この先の気温はどうでしょうか。はい、暑さに注意な日が出てきそうです。はい、まずは明日から来週水曜日にかけての最高気温を見ますと、この期間は極端に気温の上がる日はなさそうです。桜が開花したばかりの札幌もあまり気温が上がらないため、これからの開花のペースはゆっくりで、満開まで花見長く楽しめそうです。ただ木曜日からを見ますと、関東から西では25度前後まで上がる見込みです。ここから気温が高い状態が大型連休にかけて続きそうなんです。1ヶ月予報で気温の傾向を見るとこちらです。全部真っ赤ですね。はい、全国的に平年よりも高い傾向が続く見込みです。特に4月24日頃から5月2日にかけての期間を対象に、高温に関する早期天候情報が出ています。
これはその時期に10年に一度レベルの高温が予想されるときに出る情報です。来週後半から大型連休にかけては暑さに注意が必要となりそうです。では今日の天気です。九州は昼頃から雨が降って局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。四国と中国地方は夕方から、近畿は夜に雨が降り出しそうです。北海道は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雪が降るでしょう。予想最高気温です。九州や中国地方、四国は昨日より下がって、熊本は20度と平年を下回るでしょう。午前中の降水確率です。九州は 50%、 釧路は 30% です。午後の降水確率です。九州は 60% 以上、広島 50% です。週間予報です。明日から水曜日にかけては東京から福岡で曇りや雨の日が続くでしょう。気象情報でした。私は1日1万歩歩くことをね、日課にしてるんですけれども、今すごく緑が綺麗で、で、なんか緑って淡かったりとか、ちょっと黄緑っぽかったり、いろんな緑があるなぁと思ってると、つい2、3000歩ね、増えています。確かに、こう、特に春は日差しにこう新緑がキラキラと輝いていて、もうなんか歩くのも楽しいですよね。はい。さあ、そんな春、今日は函館からこの花でお別れです。